どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。いよいよ卒業シーズンが近づいてきて、ちょっとそこで歌いたい曲があります。かりゆし58の終わり始まり。こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流簡単バージョン。後半はちょっとリズムを聞かせたかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、歌いたい曲、カラオケ行ったり、CD 聴いたりするのもいいんですけど、今度は楽器と一緒に弾きながら歌う弾き語り。これもうほんと楽しいんですよ。めっちゃ楽しいです。はい。ぜひ皆さんにやっていただきたいと思うんですけど、ね、楽器はちょっとやったことなくて苦手で難しそうだなという方、ウクレレだったらすぐできます。ウクレレはですね、簡単なんです。弦も4本しかないし、ちっちゃいからいつも触ってられる。でも始めたら分かるのがですね、奥もすごく深いんですよ。だからもう飽きるってことがないんですよね。ずっと深めていけるんでね、ぜひ皆さんこれを機にやってください。今ご覧になっているガズレレ YouTube を見てるだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになっちゃいます。もうちょっとしたここにリンクあります。このリンク先のウクレレ初心者はこっちとかいう初心者ページでここみたいなところに行ってもらって、順番通りにこの動画をね見ながらウクレレ触ってるだけですぐできるようになりますが、これは本当にびっくりしますからね。ぜひ皆さん始めてください。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるし、無料ですから、これはキーポイントですよ。はい。どんどんやりましょう。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック！行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽が1000曲以上ウクレレ超簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏バレ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲も何でもかんでもウクレレで簡単にして歌っちゃおうということでやってますんで、ぜひ皆さん、やってみてください。さっきのリンク先のところから曲名検索、歌手名検索、ジャンルボックスから選べたりとかね、いろいろありますんでね。今度はね、音楽聴くんじゃなくてやる方でやってみましょう。はい、それでは行きましょう。かりゆし58の終わり始まり。まずは初心者さん向け超簡単バージョンやってみる。1、2、3、4。すぐ今日が終わる。やり残したことはないかい。親友と語り合ったかい。燃えるような恋をしたかい。一生忘れないような出来事に出会えたかい。かけがえのない時間刻み込んだかい。思い出に変わるのはきっと
最後の最後さ、笑ってさよならを入れたらいいな。したことはないかい、親友と語り合ったかい、燃えるような恋をしたかい、一生忘れないような出来事に出会えたかい、かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい。もうすぐ今日が終わる、もうすぐ今日が終わる、かけがえのない時間を胸に刻み込んだか。かりゆし58の終わり始まり、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、相当ショートカットさせていただいてるんですけど、それでも4分超えてし、いう曲、結構大作なんですよね。あ、今のはね、そういうわけでガズレレ流のショートカットバージョンでお送りいたしておりますので、そこのところご確認くださいね。で、ノートに書き出して、自分だけで演奏してみるのをお勧めしてます。なんで私のノートを見るか、あとテロップのね、あれをノートに書いていくのもいいと思うんですけど、ちょっと今日ノート見せたいと思います。ここサビなんですけど、ちょっと今日注意点は、このワンブロック、こう4回弾くってブロックが、ここからちょっと小さくなったりしますんで、ちょっとこのスペースの関係上、伸ばすところが多いところはこう、こんな感じでちっちゃく書いてますね。はい。テロップの方がもしかしたらわかりやすいかもしれないです。一応ここサビから、一時停止するんでメモっていってください。わかりづらいという方はテロップを一時停止でメモってくれてもいいと思います。はい。これサビから入って、まずこの間奏を入れてですね。そしてここが A メロですね。はい、まあ、一時停止ね。はい。サビ一時停止。はい。じゃあこの A メロ、B メロ。この辺がちょっとこのちっちゃくなりますが、尺がね。なんでここちょっとで言葉も積もってるように見えるんですけども。はい。お願いいたします。そして、ここにこうくるっとか、これメロ1とか、こう書いてあるじゃないですか。これ後半やるかっこいいバージョンで使うコードの指示なんで、ちょっとまたこれ後で説明します。今の上の段をシンプル簡単バージョン4つ弾いたってことですね。そして、ちょっと構成としてはサビをやって A メロ、B メロやったら、ここを見てください。サビに また戻るんですね。サビに戻って、もここ戻ったところで、今度はブリッジパートです。はい。旅立ちの時は、いつだって。はい。ここをやって、そしてまた、まあ、ここやったらまたサビに戻るんですけど、ここでちょっと伸ばしたサビをやって、最後のラストのバース。もうすぐ今日が終わる、もうすぐ今日が終わるのところ。はい。エンディングという感じでやってみました。はい。ここをこんな感じでやって、ここで終わったというのがガズレレ流ショートカットバージョンアレンジでございます。じゃあ出てくるコードをちょっとご紹介。はい。今な、ずらずら並んでます。言いますよ。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、C7、G7、E マイナー、7、A7 ということになってる。コードは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。9個。9個もあるのかと思うかもしれませんけど、これはですね、入門コードのグループです。はい、これドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのはね、いいんですよ。この、音楽やる上でこのコードっていうね、音の塊を覚えなきゃいけないんですけど、これ本当は星の仮想だって、とてもじゃないけど全部覚えられない。じゃあどうしようかというときに、ウクレレやってる人はね、ウクレレにとってめちゃくちゃ便利で仲良しで役に立って、立つコードだけを覚えておくのがいいと思います。まず最初の第一ステップですよ。なんで、その、ウクレレをやるときの超基本のコードのグループをガズレレ必須コードと私が勝手に名付けておって、10個ぐらいあるんですよ。10個。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら超簡単、指1本のコードもいっぱいある。ただし、10個一遍に呼ぶようと思うと、ちょっとコツがあるんですよね。それを私が動画で、わかりやすく解説してます。ここにリンク貼っておきますんで、この動画を見たらすぐコード覚えられます。楽しく覚えられる。これがキーポイントでございます。で、今のはそれでこうゆっくり続きでやったということです。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説にドンと入っていきます。かっこいいバージョンは1個ね、ちょっとおしゃれなコードを使いたい。で、これは別にやんなくてもいいんですけど、こっちの方が面白いことできるなということで、G というコードがあります。普段だいたいガズレレって G7 というコードが多いんですけど、G を今回使ってみようと思います。これどうやって押さえるか。押さえる場所はね、こことここなんですよね。で、指の配置は、人差し指が3弦、中指が1弦がいいと思う。
これがいいと思いますね。これがこんな感じの指の形。 G7 はちなみに G7 ってこことこことここだったでしょ。今度これは G は こっちに来るんだよね。はい、なんでこれで、ちなみにあのちょっと慣れてる方はこの3ついっぺんに押さえておいて、4弦押さえないんですよ。でちょいっと立てる、これでもいいです。押さえてるところ一緒なんでね。はい、G を使っていきます。 G はどこで出てくるかっていうことなんですけど、 B メロの後半に出てきます。ちょっとそこやってみますね。 1,2,3,4 君や僕の胸に G から G7 行って Em7 で次 G なんですけど、今の矢印が入ってるでしょ。この矢印、これこの矢印はシンコペーションマーク、シンコペーションでリズムが前にスコーンと食い込んでくるんですけど、これ一回だけここで決めを入れようと思います。もう一回ちょっとやりますね。君や僕の胸に G から G7 行ったでしょ。次一応動く、スターン、ちょっとこうスターンとなったでしょ。前にゴーンとリズムを食い込んで、しかもこれ最後伸ばすんで、ここ G でやろうと思います。はい、ちょっと難しいと思った方は G7 でもOK です。はい。はい。こんな感じで、ちょっとこういう細かいね、決めもね、バシッと決めていきましょう。かっこいいバージョンなんですけど、全体のリズムはシンプルに、8ビートのチャというリズムでいこうと思います。ちょっとこう、ゆったりした8ビートのチャだね。こんな感じ。はい。この8ビートのチャと、アルペジオも、後半戻ってきたサビのところで、もうすぐ今日が終わるって感じでやろうと思います。8ビートのチャットアルペジオ、このリズムでこの曲やってみようと思います。この2つの弾き方、ここのリンク行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からアルペジオと8ビートのチャ、こちらを動画で練習してみてください。アルペジオはちょっとこうね、取り組んでるとできるようになると思います。8ビートのチャはですね、まず基本の8ビートというリズムができた、そのできた上での話なんで、まず8ビートから、その次8ビートのチャっていう風に練習してみてください。これは結構軽やかにこうノリを出す。なんていうの、やっぱこれロックバンドですからね、こう、ドン、タッ、ドン、タッ、このドライブ感が気持ちよく出せるといいかなと思いますね。そのリズム。8ビートのチャでかっこよくやってみましょう。あとサビのですね、一番最後のところの、ここ見てください。 C のところ、メロ1って書いてある。ここの C のところでちょっとフレーズを入れたいということなんですけど、ここに書き出しました。ここメロね。これね、意味わかる。これタブ譜というもので、こっちからこう行くんですけど、これ、この上から3000って書いてある。これ C です。一番上が1弦なんですよ。3フレット、0フレット、0フレット。で、これね、この表ちょっと、これ持っといてください。こっちが3100。3000、3020です。はい。が、まず最初。C を押さえたところ、3、1、ここから始まるわけ。C のとこと、ここ、2弦の1フレット。で、まず1回目これでしょ。次はまた普通の C。その次、3弦の2フレットがここですね。C を押さえたままだよ。ここ、ここ。もう1回 C です。そうするとどうなるかというと、このフレーズを、C 押さえたまま2弦の1フレットただの C、 3弦の2フレットただの C で表現します。はい、ここちょっと流れでやってみると、刻み込んだかい、わかった、刻み込んだかい、このメロディーを C でやる。はい、これは結構簡単なんで、もう ぜひちょっとここで決め、挑戦してみましょう。そういうわけで、こう、決めがね、こう、スイ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 入ってくるんですけど、そういうのをこう、心地よくこのドライブ感の中に取り込みながら、この後歌詞の、やっぱ内容ですね、終わり始まり、メッセージが。なんかこういう気持ちをやっぱ乗せてね、やっぱこう、心地よく歌う。これやってみたいと思います。いきますよ。かりゆし58の終わり始まり、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。出会えたかい、かけがえのない時間。
刻み込んだかい。旅立ちの時はいつだって少し怖いけど、これも希望の形だってちゃんとわかってる。思い出に変わるのはきっと最後の最後さ。笑ってさよならを言えたらいいな。残したことはないかい。親友と語り合ったかい。燃えるような恋をしたかい。一生忘れないような出来事に出会えたかい。かけがえのない時間を胸に刻み込んだかい。もうすぐ今日が終わる。もうすぐ今日が終わる。かけがえのない時間を胸に刻み込んだか。せーの、かりゆし58の終わり始まり、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。なんていうんですか、グルーブがこうリズム感がね、こう推進力がこう加わると、またこの歌にね、こうガッとエネルギーが入ったような気がいたします。これは卒業シーズン、やっぱりこうみんなで歌いたいですね。クラスメイトで歌う時にウクレレ弾いてやりましょう。はい、こういうのね、あれやっぱ大事にしていきたいです。はい、ありがとうございました。さあ、ガズレレですけど、いろんなことやってます。まずこの今使ってるウクレレ、これガズのわがままウクレレ、これはですね、今事前予約販売を受け付けられるものもありますので、ちょっとあのウクレレのこと、ここにリンク貼ってます。これウクレレのこと調べといてくださいませ。あとイベント情報、2月16日日曜日、埼玉県川口市でガズレレ開催。これは8ビートの特訓もちょっと含まれてるんですけど、これはですね、もう初心者から上級者までもお待ちしてます。お一人様も大歓迎、もちろんグループも大歓迎ですけど、来たらですね、ものすごいあの皆さん音楽の感覚がガラッと変わるような、そんなすごいイベントになってます。ウクレレ持ってきてください。皆さん一緒に作り上げるイベントですからね、お願いいたします。あと、あの次の予定もバンバン決まってますんで、もうどんどんお申し込みしてください。お問い合わせは島村楽器店各店までお願いいたします。あとね、ガズレレアプリがある、ガズレシピ。これみんな落としてくれました？スマホとかタブレット落としてください。これどん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 強化されていくプランになってますね。まずはスタンダードなもの今ありますけど、とにかくスマホに入れといてください。お願いします。でね、ちょっとこのリュックなんですけど、これ事前予約注文中なんですけど、ちょっと例のあの社会問題関係で、もしかして遅れる可能性が出てきます。ちょっとまたそれはアナウンスしますんで、お願いいたします。あとはあの引き続きいつも言ってるように、このリットミュージックから出てるこの本がね、もう本当にどえらい勢いでヒットしてます。皆さん、これはものすごく簡単で楽で楽しいんで、ぜひご活用ください。はい、そんなこと、とにかくガズレレ .com、このホームページ、こうリンク貼っておきますけど、ホームページ見たら大体のこと書いてあります。よろしくチェック、よろしくチェックお願いします。はい、まあ楽しく音楽やる、これはねもう最高ですよ。これからだんだん暖かくなるよ。その時外に持ってってできるように、今のうちいろいろ部屋の中で練習していきましょう。はい、見てくれてありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら。